はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、このうちで扱っているジーポンのスライダーですね、マイクロ3のスライダー、このサンプルビデオの中にですね、私の以前撮った星空タイムラプスがね、一瞬だけ 0. 何秒だけね使われましたんで、でそれをねちょっとお見せしたいと思います。こちらはこれ私のじゃない、私こんな綺麗なやつ撮ってないですね。私のやつはねしょぼいんですが、一瞬だけ、はい、今から出てきます。はい、この後に富士山がここです、ここです。はい、はい、一瞬で終わりました。 0.5 秒未満の、はい、起用ですが、ジーポンさんね、使っていただいてありがとうございます。もうちょっとねマシなね、まあ、富士山はすごくいいんですけどね、天の川がこうダイナミックに動いてるような、まあ、そういうイメージが取れたらいいなっていうことを考えておりまして、まあ、ちょっとね次回の課題にしたいと思います。で、まあ、私はねやっぱりこのスライダーは星空タイムラプスで考えているんですけど、まあ、それ以外にもですね、このように、まあ、室内で映画風の撮影をしたりとか、ドラマの撮影とか、あとマクロレンズなんか使うとですね、非常にこう奥が深いですね、マクロレンズはね、とかインテリア撮影とか、これ職人さんを撮ってみたりとか、私だったらね虫が好きなんで昆虫をねマクロレンズで、ほらラオアの長いレンズ、ああいうのを使ってマクロ撮影するとか、はい、とかね、まあ、商品紹介する上でもね、まあ、マクロ的にこうやって卓上で寄っていってっていうね、立体感をこう出すような、使い方もできますし、使い方用途はね様々かなって思います。まあ、以前はねやっぱり、まあ、ジンバルメインでということで、まあ、今もねジンバル積極的に活用しますが、だけどジンバルではなかなか難しいような精密なモーションっていうのはやっぱりねこのスライダーで撮るのが、まあ、安定かなって思っております。で単にこう直線動作スライドだけじゃなくて、横動きとか縦動きっていうのをこうできますので、こういう旋回のようなね回り込むような映像も自宅でじっくり、撮ることもできますし、あとこういうね、結婚式とかでも、はい、スライダーって有効だと思いますしね、まあ、いろんなシーンでねやはり今後、まあ、期待できるのかなということで、まあ、この商品ですね非常に私は気に入っています。このマイクロ2から3に変わってですね、こちら手動から電動にね切り替えが、まあ、容易になったということですね。こんな感じで、はい、こんな感じで電源オンにしたら即これは電動ですね。でアプリでも制御できますという感じで、で、今度はこれ手動にしたいときはもうワンタッチですね。はい。こんな感じにすれば、今まで従来のものはね、こうやって手動から電動にするときはですね、何しなくちゃいけなかったかっていうと、ベルトの交換しなくちゃいけなかった。これね、ひっくり返して、このベルトを外してみたいなね。そういうことが必要だったんですが、まあ今回の今作は、もうこれワンタッチでね、電動、手動の切り替えができると。これがね、最大のメリットですね。で、二つ目はですね、この手動で動かす、ことについても、こう粘りのあるゆっくりこう結構力入れてます今ね、ゆっくりしか動かないような、はい、動きにしたりとかで、反対にこう動かすと非常にこう軽く動かすことができるということで、ここをね、はい、トルク調整というのかな、これをまあこのようにいじることができるというのもメリットの2つ目ですね。ですので、まあ、あとね他にもあるんですよ、ここですね、三脚の取り付けネジ穴がありまして、2点の三脚で固定することができると。1点はここの真ん中ですね。でここでやると、まあ、このタイプはこれ E500 ですから、まあ、そんなに長いスライダーじゃないんだけど、ああおかえり今子供が帰ってきました。でまあ、ここ三脚でもいいんですけど、これ、両方でね、2点で支えることも、できますよということで、まあ、いろいろとね仕様が改善されて、ものすごくねこのスライダーは私個人的に すごくいい進化を遂げたと思っています、はい、これが E500 のタイプですね。でもっと長い、タイプはって方は、まあ、E700 と E1000 というのがあります。ですけどねこれ手動でまず、はい、でその後、まあ、慣れてきたらこういう電動でっていうね、はい、こういった形で検討なさるのがいいんじゃないかなっていうふうに
思います。すごくおすすめなので、まあ、引き続き継続的にですね、私も、まあ、これを使った作例と活動していきたいですし、今後もね情報発信していきますんで、ぜひですね気になる方はまあ、商品、動画説明欄にねリンク貼っておきますんで、ぜひご覧になってみてください。そんなわけですね、本日はジーポンの、スライダーの、公式サンプルで私の、過去のねサンプルが一瞬起用されましたよという、そういうお話でした。ありがとうございます。